はい、こんにちは。オカリナ講座、今日で7回目になります。今日はスタッカートのことで、それにちょっと関連して、なんかあまり関係ないような感じもしますけども、ビブラートのこともちょっとあんまり参考にはならんかもわかりませんが、ちょっとお話したいと思います。でいつも言ってるように、そのオカリナって難しい楽器ではないので、っていうか難しく考える楽器ではないので、その今日の例えばスタッカートのこととかビブラートのこととか、まあいろんなこと、全てオカリナの技術的なことっていうのは、自分がまずどういう目的でやっているかということで、自分が楽しければいいんやったら別に何も難しいことを考える必要ないし、人がこうやってはるから言って自分を真似する必要も一切ない。自分が好きなように吹いてればいいわけですよね。でもし聞かせる場合、人に聞かせる場合であっても、まあその聞いた相手が、あ、なんか心地いいなと思ってくれたら、別にその技術的なことはもうどうでもいいんです。そんなことは持ち方のことでもそうやし、ビブラートのことでも、いろんな、なんかタンギングとかなんかややこしいこといっぱいあるけど、そんなことが、聞いてる方が、それはおかしいなと思われたらあかんけど、そうじゃなければどんな方法でもいいと思うんです。だから、僕は今回このオカリナ講座7回目ですが、やってる第一の目的は、何にも難しく考えることないと。自分が好きなように吹ければいいと。で、それを聞いた人が、ああ、そこそこ上手やなと思ってもらったら、こうしなければならないっていうことはないということを皆さんに伝えたくて、これは1回目から始めたんです。だから例えば日本ではピアノのレッスンでもバイエルやって、なんかゼルニーやってとか、なんかシステム化されてますよね。それも考えてみたら変な話で、そういうなんか嫌な人がすごい、もうね、この間からずっと夜に無料のライブをやってはりましたが、小曽根誠さんっていうピアニストとかね、そういう日本のシステムにピアノの教育のシステムに一切とらえれなくて、好きに弾いてた人がどんどん上手くなっていく。それが本当やと思うんですよね、音楽の世界っていうのは。で、まあ息が長くなったらあかんので早速そのスタッカートのことに入りますが、まずそのスタッカートの意味っていうのを、よくスタッカートがついてたらもうとりあえず全部短くせなあかんというふうに思っている人も中にはいはって、スタッカートというのには、まあ音を、まあ、もうごく一般的にありふれた言い方をすると、そのついてる音符の半分ぐらいの長さにしたらいいんじゃないかな、みたいなことね、適当に言うと。そういうことなんですよ。でもその適当にそう言うてることも結構大事なことで、じゃあ例えば、8分音符についてるスタッカートと、4分音符についてるスタッカートは一緒かって言ったら一緒じゃないんですよ、それは。ですよね、さっき言ったように半分ぐらいの長さにするということは、8分音符についてるスタッカートは、こんな風に言うのも本当は良くないんだけど、まああえて言うたら8分音符についてるスタッカートは16分音符ぐらいの長さにする、4分音符についてるスタッカートは8分音符ぐらいの長さにするってことになりますよね。ということは8分音符についてるスタッカートと4分音符についてるスタッカートっていうのは一緒じゃないんですよ。だから例えば1、まあこんな、これ聞こえますかね、足踏んでるの。これが、これで四分音符、その音を吹くと、ってなりますよね、普通に吹いたらね。で、この四分音符にスタッカートがついてるとして、今の同じテンポで吹いたときに、ってなるとおかしいんですよ。ね、これ8分音符以下でしょ、長さ的には。じゃあ大体四分音符の今のテンポでのスタッカートといったらどれぐらいになるかなと思ってやってみると、っていうことですよね。まあ大体ね、そうやって何でもかんでも短くすればいいというわけではないというのが一つ。それからスタッカートにもさっきも言ったように、その短くするっていう意味だけじゃなくて、まあ時代によっても意味は多少持たせている意味が違ってたと思いますが、いずれにしても、まあ、音をどういうのかな、普通に吹くよりちょっとはっきりするというようなね、そういう意味もあると思うんです、多分。だから、長さを短くすることが全てではないということですよね。で、まあ、スタッカートって、まあ、そういうもんやということは、まあ、今言いましたが、じゃあ、それを実際に吹くときにね、これは結構ね、オカリナでその、スタッカートを吹くっていうのは結構難しい
ですよね、皆さんやってみはって。で、僕は自分の生徒さんにレッスンに使っている自分で作った手書きの、もうパソコンでやるより手書きの方が早いから、もうこの頃全部手書きなんですが、それの中にもスタッカートの練習みたいなのをちょっとだけ入れてるんですね。で、それは4分の4拍子で、1拍目が四分音符で、2、3、4拍目は8分音符で、それを、まず「ソ」から上に1小節全部「ソ」、次「ラ」、シドレミファって一番上までね、やってみるとこんなことね。あ、ほんで8分音符にだけスタッカートがついてます。4分音符はそのままです。これをやってもらってるんですね。で、これ結構難しくて、ソとかラとかシみたいに比較的低めの音を吹いてる時は大概皆さんできるんですが、高い方のドから上になった時にどういう風になっちゃうかというと、こういう風になっちゃうのね。わかりますかね。ちょっとわかりやすくするためにちょっと遅くやってみますね。ミとファだけ。ファーって全部音のスタッカートのその音の切り際が全部音下がってるわけ。で、低い音の時には割とやりやすいんだけど、高くなるともうどうしてもそうなっちまうのね。で、その時にというか、スタッカートの練習の仕方として、これはオカリナだけじゃなくてフルートとかなんかいろんな管楽器共通かもわからんけど、よくお腹を使ってね、お腹で切るとかね、ハッいうふうに書いてある本もたくさんあるし、そういうふうに教えられる先生もね、いはると思うんですね。でもね、僕はね、それ無理やと思うんです。それをやると余計お腹を使って、お腹を1回ずつ8分音符のたんびに動かすと、なんかポンプをふってやる、お腹ポンプやしね、要するに管楽器吹く時は。それをこうポンプをこうプールの入りに入れる黄色いポンプみたいなのありますよね。あれをヒューヒューヒューってやると絶対音はファーってなるわけですよ。ね、だからその方法は僕は採用してないんです。で、どう説明するときに、じゃあどうやったらいいかということを説明するときに、まず高い方のドとレとミとファの音をスタッカートで1小節間吹くとしたら、スタッカートで実際に吹く前に4拍ずつ伸ばす。で、その時にお腹というか体のテンションというかがどうなってるかをちょっと自分でやってみていただきたいんですね。で、やっぱり上行くほどその息はどうしても息のスピードいりますよね。で、そのスピードっていうのは、なんかこの辺からだけのスピードじゃなくて、やっぱよく遠くの人を呼ぶときに、おーいっていうときに、お腹が全然動かんと、はーいっていう人いいんですよね。なんかこう気合入ってお腹にうんと力入って、それでおーいって言うでしょ。それよくお腹で吹くなんていうのは、まあそういうことですよね、簡単に言うと。だから、お腹に力を入れないで高い音を吹くと、音程も下がっちゃうというか、まあ上がらないね。だからそれをしっかり張りのあるお腹にしっかり力を、上行くほどね、ミとかファとか、今 って力入ってるわけね。で、スタッカートで吹くときに、例えば一番高いファーの音をスタッカートで吹くの難しいですよね。で、それを吹くときに、さっきのようによく言われるようにお腹を1回ずつ動かしてやるんではなくて、今の伸ばしてるときにお腹にうんと力入った状態ありますよね。そのまま、だから言うたら音1個ずつに緩めない。
って伸ばしてるままタンギングだけを、なんていうかな、だからもうここまで、まあ言うてみたらこの辺までもう息はこう来てるわけね。それで下で止めてて、それをタンギングで短く出していく、ね、お腹の力を一定に保っとく。例えば1小節間8分音符があった時には ね保っておく。そうするとどうからやると、多分自分で吹きながら、片手離せへんから自分で吹きながら自分のお腹がどうなってるか確かめることはできへんけど、でもおそらくファー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 って吹いてる時も一切動いてないです。しっかり支える力が入ったままね。それは動くようでは音はであかんパターンになっちゃうわけね。だから皆さんも高い音のスタッカートを練習する時にはまず伸ばすで、要するに普通に吹いてる時の体の状態を確認する。でそれと同じ状態で音だけをタンギングで切っていく。そういう風にやらはったらね、きっと一発でできるようになります。これ私の生徒さんに、これさっきも言ったように手書きのプリントでやってもらってんだけど、そういう風に説明したら大概すぐできるようになりますね。まあ高い方はね、そういうことで、で今度それをできたらこう、低い方は高い方のようにそんな力いりませんよね。だから特に低い方のドシラなんていうのは、なんていうの、タンギングスタッカートやと思って短く切ろうと思ってタンギング張り切っちゃうと、今度は高い方の時は切り際が下がったけど、低い方の時は同じようになっちゃうと音の立ち上がりが高くなっちゃうわけね。だからドから下の音をスタッカートで弾く時の下の動きっていうのはもうほんまに、上顎のとこに下先がこれやとしたら、これがテッ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 て動くんじゃなくて、こうトゥ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 、もうなんかこう優しい動きというかね。で一個ずつに音出さなあかんと思って、必要以上に息を吹き込んじゃうとってやっぱりまたなるでしょ。だからもう息出してるっていうよりも舌だけが動いてるっていう感じ。ちょっと低かったかな。ということで、これも結局下の音もで伸ばしてる時の優しさありますよね。低い音の時の優しさ、その状態のまま、息はその状態のままでってやるとまあうまくいくこと言うんちゃうかなと、ちゃうかなということです。でもう長くなるんでやめようかと思いますが、でも言うたんでちょっとやりますが、ビブラートのことねまずビブラートをねかけるかどうかね、ビブラートかけた方がまあ綺麗は綺麗ですよね。でもビブラートかけなあかんって法律は憲法にはないんで、別にかけなくていいんです。特にアマチュアの方はかけようと思うとかけちゃうとものすごく不自然なビブラートになるのね。例えばふるさとなんかでもってなるでしょ、お化けみたいな感じにね。だからそれそんななるようやったら なくて、吹く方がよっぽどいいので。でもどうしてもそのビブラートをかけたいという人や、例えばそのオカリナの教則音とか他の管楽器の教則音を見てもやっぱりね、フッ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 ってお腹を動かして、そのお腹の力って言ったらちょっとおかしいかもわからんけど、そのお腹がこう動いてるような感じ、ビブラートがああ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 
で、これスタッカートの練習の書いてあるのとよく似てるんだけどね、これもね、僕はもう無理やと思うんです。そんなんできないです、絶対。おかしくなっちゃいますね。で、人の悪口を言ってるわけじゃないんだけど、僕にはできませんでした、それは。というよりも、私はもともと前も言ったかも分かりませんが、フルート専攻でした。ね、京都市立芸術大学のフルート科を卒業したんですね。で、高1の時から京都で有名な、京都市交響楽団でいうところのフルート奏者の人に、まあ言うたら、だから変な言い方だけど、ちゃんとした先生ですよ。高校1年の時から、まあそれまで他の先生になってたけども、高校1年からその先生が大学の先生でもあったので、高校生の時はそれ習って、それ高校3年間で大学4年間ずっと習ってましたが、ビブラートと腹式呼吸のことを教わったことは一回もないです。それは僕ができてたからって言うたらそれまでで終わりないけど、でもそれを遡ってもっと前の先生に、じゃあそんなこと習ったことあるかいうと、そうではやっぱり習ったこと一回もないです。ビブラートそこもっとかけなさいよみたいなことは言われるけど、じゃあビブラートどうやってかけるかということは教わったこと一度もないです。結構ね、その音大なんか行ってる人でもね、結構そういう人多いんじゃないかなと思うんです、きっと。教えにくいんです、ものすごくビブラートは。さっきも言ったように、お腹でかけるっていうふうにしか教えようがないのね。でも結局は、じゃあどこでかかってるかいうと喉なんですよ。もうほとんどのプロの人だって見てたらここ動いてるし、喉でかかってると思いますね。で、まああえてビブラートを練習しようとすれば、例えば、ちょっと高めの音の方がいいかな、 C の音ぐらいを普通に伸ばしたらですよね。これをお腹っていうよりも、ちょっとこれにこの、なんていうかな、ビブラート的な、こう、お腹がちょっと動くとは思うけど、動いたらいいんですよ。動いたらいいし、そして、こう、これでだんだん細かくしていく。でね、その時に大事なこと一つはね、なるべくね、下に下がらへんこと、音程が。シーって伸ばしてんのを、こう、フッてやった時に音は上がるでしょ。下向けにかかるビブラートっていうのはものすごくおかしいから、どっちかいうと上向けにかかるビブラート。C の音程がここやとしたら、それをビブラートの時にシーシーって上に上がらへんと、シーってやるとものすごく変なビブラートになるので、だから C の音をまず、これにぴったり合うように、伸ばす。で、その後、これ下がっちゃうと、ビブラートの幅が、音程の幅が広くなると、すごく気持ち悪いビブラートになるし、もう上にだけ行くようなぐらいのつもりで、っていう感じでね、やらはるぐらいしかないんじゃないかなと思います。もう他にもっと偉い先生がいろいろ教えてくれはる人いはるかもわかりませんが、僕はもうごく実質的なことだけしか言わんとこと思うんで、それぐらいしかやる方法はないと思います。でも、一番いいのは、自分は多分そうやったと思うんだけど、勝手にかかるっていうのね。やっぱりビブラートってね、一曲の中で最初から最後まで全部かける必要はないんですよ。で、なんか、サビの部分だけをね、かけるとかね。で、それが例えばカラオケ行って自分が歌ってる時に、自然とビブラートかかる人結構いはるでしょ。ね。その時に、お腹意識してますか？言ったら、そんなこと全然ないでしょ。気持ちでしょ。なんか音楽をこう、なんていうかな、歌い上げたいみたいな気持ちが出るとね、割とビブラートで勝手にかかることもあると思うんですよ。ね。ふるさと、例えば最初の方に、この上がっていた時にちょっとこう、ね、これ最初から、おかしいでしょ。ララシドって上がっていた時とか、あるいはサビの、
チーって伸ばしてる時にかけるとかね。だから自然に最初はかけなくて、なんかこう自分がその曲を気持ちよく歌ってる時に自然にかかるビブラートが本当は一番いいです。でもね、できひん人にとっては自然にかかるなんていうのは自然なんてかからないでというふうに多分おっしゃると思うんですよね。だからその時にはさっき言ったようにお腹っていうこともあまり意識をせずにってやってみるのも一つの方法かな。で、ビブラートっていうのはビブラートっていうのは要するに音程の上下でしょ。で、その音程が上下する幅とか、あるいはその揺れる、なんていうの、感覚やね。例えばゆっくりなビブラートやったら、速かったら、ね、だからやっぱり曲のいろんな部分でビブラートの速さとか深さとかは本当は変わるべき、ね、私の動画を見ていただいた人が「ビブラートがすごい綺麗です」って言うてくれた人が結構たくさん言い張るんですが、でもね、僕は自分のビブラートは実はあんまり好きじゃないんです。なんでか言うとね、自分の頭でコントロールできてないんです。もうかかっちゃうんです、ね、で、例えばそのなんかパソコンで自分が吹いたやつをこう編集しようと思ってパソコンの画面を見てたら、こう何て言うのかな、音の波形というかが出るでしょ。で、そしたらね、音の揺れてる感覚によってこう波形がこういうふうになるから、それがまあ目で見えますよね、パソコンの画面で。そうするとね、言い方おかしいんだけどね、ものすごく綺麗なんですよ、感覚も幅も。で、それってものすごく綺麗っていうことがいいことかというと、それは要はいつも同じビブラートがかかってるっていうことなんですよ。で、これは僕は本当は良くないと思って、パソコンの画面を見るといつもがっかりするんです。もっと曲の山場とか静かなとことか、あるいはもう曲が変わるたんびにね、ビブラートの幅とかスピードは変わらなあかんのに、いつも同じスピードで僕は吹いちゃってるのね。だからまあそれが結果的に綺麗に聞こえてるんやったらそれでいいんやけども、なかなかね、ビブラートのことはね、もうほんまに難しいです。もうできひん人にとってはもうできひんし、でもでき、さっき最初にも言ったけど、できひん人はね、できひん人が無理にやる必要はもう全くないです。オカリナみたいな素朴な楽器はビブラートなしでも十分綺麗に聞こえるし、ね、今時フルートでビブラートかけへん人いたらもうこれ何要せんのかみたいになっちゃうけど、オカリナやったらそんなことないので、まあやってみはったらいいとは思いますけど、無理にやる必要は僕はビブラートはないと思いますね。そういうことでちょっと今日長くなっちゃったかもわかりませんが、全く参考にならへん方もわかりませんが でも自分が普段感じていることをそのままね、言わせてもらったんで、参考にできるところがあればしてくださいね。まあこいつの言うとることはいつもなんか自分が習ってる先生と全然違うぜとか、まあ適当なこと言うとんなっていうふうに思われる方もきっといっぱいあると思うんだけど、まあその人はまあ別に無理に見てもらうんでもいいので、やってみようかなと思う人はちょっとやってみてください。はい、ということで、本当はね、今日はスラーのことも言おうと思ってたんですが、ちょっと今日は急遽変えてビブラートのことを入れたので、それは次回スラーのこととか、それからスラーとスタッカートを混ぜたこう曲のね、での使い方みたいなのをやろうかと。